どうもバナナンです。ジマンママです。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。この動画の最後に1万人を記念してビッグなプレゼントがございますので、最後までご視聴ください。バナナンが行く。昨年は皆さんにね、大変応援をいただき本当に嬉しい1年になりました。ありがとうございました。僕たちはね、今大分県別府市に来ております。日本一周の旅がね、終わりが見えてきたんですけど残りが飛び石、九州にちょっと、本州にちょっとなんでそうなったんかね。いやー、もう行き当たりばったりで、あっちに用事があったら行く、まあ行きたいとこに行く、そう、もうやりたいことをやる、もう好き勝手にやらせていただいた結果が、はい、最後の最後になって、はい、皆さんにもね、旅動画がね、北海道なんてもう一昨年だから、うん、一昨年今、ね、北海道も沖縄もまだ住んでないし、その他の県もまだ全然住んでないけれども、がもう残すところあと数県、そう、でその合間に、うん、まあ嬉しいことに、そのこんな僕たちにもね、うん、案件をいただいたりね、そして今のイベントのオファーを受けたりで、もちろんイベントといってもあのボランティアでね参加させてもらうんですけど、そういう形でこう嬉しい言葉をいただいたら、男バナナンとしてはその気持ちにね、すぐ応えようとしちゃうんですよ。それでまあ宮城から急遽福岡へ行ったりとか、前回の動画ね、まあ、そういうこともね多々あったりして、見ている皆さんにはね、ちょっとなんやこれみたいなのもあるかもしれませんけど、温かい心で。また応援をねし続けていただけると嬉しいんですけど、あと本当残りがね数件で、実際旅の動画自体も編集がねママの方も頑張ってくれてるんですけど、僕がねもう引っ張り回してままならない状況、よく分かっとる、分かっとる、反省、分かってます、反省してるんだけど、イベントがある、イベントあるみたいな感じでちょっとねオフ会行ったりとか、まあ楽しいんだけどね、うん、そうそう、楽しいけど動画は進まないという、ね、そういうことなんです。今年は新たな気持ちで視聴者の皆さんの目線にね、もっとやっぱり立って、細かいな、僕もね YouTuber としては今年は一皮も二皮も剥けるつもりで頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。お願いしますよ本当にお願いしますよ、はい、まあその一発目としてね、また詳しい詳細の動画は告知動画としてバナナンのしゃべくり部屋で発信するんですけど、その前にね一応今年は、僕たちのフレブル、ジーマンとバナナンが行くこのチャンネルと僕のねしゃべくり部屋のチャンネルははっきり分けようと思います、はい、ね、うん、いろんな方からも意見もらったけれども、うん、やっぱりその話はもういいよっていう今までの視聴者さんで、新しくあのついてくださった視聴者さんの中にはそっちも見たいっていう方もいらっしゃるようなので、そこら辺はちゃんと分けてあのやっていこうと思います。そうね、まあ、僕はね最初も言ったんですけど、旅系のねやっぱり YouTuber としてやってきた中で自分の人生が背負ってたものをまあ皆さんにお話ししたと。ただ僕の話をねまたどっかで、あ、そういう人生の経験があったんかと、僕も今年は新たな挑戦としていろんなことをねまたやっていきたいので、それは日本一周の旅が完結してからねまたいろいろ行動を起こしていくつもりなんですけど、まあ、そういうことも踏まえて今年は心機一転新たにチャンネルをもう一つ立ち上げますので、そのチャンネルの詳細はねしっかりまた後日詳しく皆さんにね分かりやすいように話をしていきたいと思います。そして今日はね1万人の登録者を記念してなんとプレゼント、そのプレゼント動画はちょっと前撮りをねした動画なんですけど、チャンネル登録1万人本当にね皆さんありがとうございます。旅の予定もね2年間も旅する予定ではなかったよね。1年で日本一周して、まあ、新たな人生を生きようということがね、まあ、その倍を超えたんで、これからちょっとねまた最後しっかりと旅をしていきたいと思いますので、旅動画も今後もちろん配信していきますので、これからも応援をしてくれると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、それではこちらをどうぞ。今日は紀の川市にある大谷自動車さんに来ております。こちらにはね社長に本当にお世話になってて、こちらでキャンピングカー製造販売もされてます。
コースターのね、新型ちょうど出たばっかりで、こちらで製造販売した車のね、納車をたまたま見ることになって、その方がね、YouTube をされてるジャーディーさん、納車式の時そのチャンネルにね、僕たちもちょっと映ってるんですが、実はそのレビュー動画もね、撮ってたんです。ただいまハードディスクがぶっ飛んじゃって、復旧できるかどうか、もし復旧できたら僕たちのレビュー動画もね、また近日中にアップしていきますけど、ちょっと社長ご紹介します。前回の動画がね、もし復旧ができなかったら、社長そしたら始めましょう、始めましょう。今日はね、なぜ来たかというと、先日ね、中国の企業からね、リン酸鉄のリチウムイオンバッテリー、こちらのね、案件依頼が来ました。今から開けますけど、こちらのリン酸鉄リチウムイオンバッテリー200アンペア2つ1万人の登録者をね、記念して視聴者の皆さんの中から抽選でドーン、これがね、レボ。このバッテリーの特徴は、これはね、普通のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーってどれくらいですかね、この重たさで言ったら、この倍ぐらいないですか、30キロぐらいはあるんですよね。だけどこれはね、大体半分ぐらい、それでいて同じ容量、テスト的にはエアコンとか使うのにはいいらしいです。はい、こちらがね、はい、説明書が入ってますね。どこから、某メーカーの、某メーカーのプリンターのインクみたいな。普通はこのバッテリーってこんな派手なものですか。いや、黒とかグレーとか単色ですよね。じゃあ見た感じはこれおしゃれでいいです見えない部分ですね。見えない部分にね、はい、こちらがね、2本あります。ということは400アンペアということは、あの僕のボーダーバンクスも400アンペアなんです。申し込みをしていただいた中から1名の方、当選した方にね、こちらを2本プレゼントするんですが、ここの和歌山県紀の川市大谷自動車、取り付けはこちらでお願いします。取り付け工賃とか部品については、乗られてるね、皆さんのキャンピングカーがどのようなね、システムを組まれてるかによって、工賃がどれくらい違うかということは社長分かりますね。はい、で、あとは太陽光パネル、それで走行充電、直接当選された方は社長と打ち合わせをしながら、部品代、そして工賃、こちらは実費でお願いします。大体どのぐらいかかるもの。そうですね、もう車によって全くちょっと金額が変わってくるんで、工賃だけで言うとそんなにはかからない。で、充電器等の交換が必要であれば、そこそこかかってくるかな。例えばバッテリー充電器10万円、で、工賃10万円の20万円ぐらいからじゃないかなと思います。ははから、はい、それパネルも入れて、パネルはなしで、別で、まあ、パネルはなしでね、はい、今現在鉛バッテリーで、バッテリー電装系悩まれてる方、そういう方にとってはやっぱりリチウム化というのはね、本当に一番したいことだと思うんで、ということでね、当選者は1名、ぜひね、電装で悩まれてる皆さん応募してみてください。応募方法は概要欄のメールアドレスの方に住所、一応身元がね、分かるように、何県にお住まいかぐらいまで、氏名、年齢、今乗っておられる車、一緒に送ってください、情報を。そしてあとはね、電話番号いただいたら、それで僕の方からこの動画が出て約2週間で締め切ります。ぜひ応募お待ちしております。いかがでしたか、このビッグなプレゼント。橋の上から飛び降りたつもりだった。飛び降りてないよ。飛び降りてない。何も言いたくないじゃん。本当は工賃込みでできたらよかったんですけど。ね、まあ、すいません、あのそういうことで皆さんね、現物だけ、現物だけでご了承いただきたいです。はい、それとね、このね、応募いただいて当選された方、万が一ね、その打ち合わせの段階でキャンセルということもあるかもしれないんで、まず1位2位3位とこう順位を決めて、あの辞典の方もね、連絡はさせていただこうと思うんですが、応募していただける方はこのリチウムイオンバッテリーに変える時の様子、そして変えた後にどれくらい快適かになったか、正直なことを
デビューしていただいて、それを動画にさせていただきたいと。そこをね、撮影を許可いただける方限定になります。はい、その点だけはね、すいませんけどご了承ください。はい、もちろん車のナンバーとか顔出しが迷惑だという方はね、バッチリとモザイクを、はい、はい、あります。はい、それがね、応募基準となりますので、その辺はよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。新しい年もバナナンとジーマンが行く、違うよジーマンとバナナンが行く、チャンネルがね、飛躍するようにますます頑張りますので、これからもね、応援をし続けていただけると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。